行くわ。こういう感じやんね。これはショックロス。書き方これで合ってるよな。もう行くよ俺、これこれ。がっこり。競輪の話させ。勝負どころの試合なの。競輪の話させる。がっこりいっちゃおっかな、じゃあ。ぐんぐりいっちゃおっかな。ガクもういきなり。もう初手ぶっぱいっていいじゃん俺。まあ、これやべ、暗証番号来ちゃった。まあ、1年ぐらいを見るっていう。これ暗証番号これ入れても今大丈夫ですかね、これ。なんでみんな競輪話してこれ、大丈夫これ。食物について語ってるんです。大丈夫。ふざけんなよ、マジで。ワンチャンゴア。多分ね、ドラマあるから。オッケー、もう行ったわ。いや、これかなり。ぶっ込んだ。いや、もうでもね、これはね、行くしかない。これって基本的にね、25分ぐらいあって、で、その間に、まあ、決めればいいから、結構余裕ある。余暇がある。誰かがついてくれた以上、その人と決めたいっていうのはみんな。で、俺の今、持ち金が上に表示されてる3万円という、これは3150ってのが俺の、どんな形になっても僕はもうこれをいかに、で、これはチャージして、もう駆け終わった、もう行きました、お疲れ様です、行きました、お疲れ様です、以上、もうこれで、もうこれはとことん硬いところに行きます。だから実力通りで行けば、やっぱりスピード能力で行くと1番、2番、4番、やっぱそうですよね、もうここちょっと1点掛けで、で、さっき言った通り3番と5番が調子が悪いと。そうですね、いうところを考えると、そこで1番が頭になる。めっちゃ硬いんじゃないかなっていう。いくらずついったんですか。5万ポイントぐらいずついきます。そんなにいきなり行ったんですか。いやもう当たったらもうプラスなんで、そりゃそうだ、そりゃそうだ、当たるんだこれ。いきなりぶっ込んできます。すごいっすね。もうしょっぱな、もうだとしたら、あのね、1番と2番が、あの並走して先行争いって言うんですけれども、2人でね、あの並んで競争しちゃうと、これどっちかが果てちゃう可能性あるから、そうならないことを祈る。そうかそうか、例えば2位とかあるんですか。じゃあ、なんか俺、ないか。あとね、1と5、やっぱり5番が調子悪いから、1の後ろに2が入ったとか4が入ったとかなると、これで決まる可能性もある。なるほどなるほど。いつの間にかラインが崩れて、やっぱりスピードのある選手が前の方に。いやでも最初は様子見た方がいいんじゃない。最初も最初はなんか様子見て、いきなり勝負。いやでもかっこいいと思う。ちょっとね、もうそうですね、もうちょっといきなり行かせてもらいます。出だしからね、世間は1、2、4が一番人気に押してるわけだから、多くの競輪ファンがそう思ってるわけなんで。そうですよね。うん、でそこに期待します。もうここにもう行きます。頑張ってます。頑張ります。頑張ります。でもな、1レース目でいい。そんな、こんにちは。あ、おはようございます。あ、おはようございます。あ、始まる始まる。あ、やばい。これレース画面映るんや。まず4周回線625メートル先頭。すげえ、みんな映るらしいぞこれ画面。画面映るね。それでは対戦メンバー順を追って位置が、だから白と黒と青が来たらいいね。とりあえず白が先頭で、黒と青がどっちか来ればいい俺の場合は。みんなそこ応援しといて。3番今日からの補充参戦、広島の池川瑠衣。ゴイちゃん来るぞマジで。4番熊本吉田。マジっすか。そんな5をみんな押す。5番の奥森聡。以上、まあまあそうですね、応援チャレンジ一般競争を争われます。さあ、みんな結構奥森押すね。やります。まあ、はい、ありえなくないけど。さあ、小松島競輪場、これ徳島県にありますが、はい、ここのバンクはね、あの特徴として、うん、あのバック側、バックスレッジ側ですね、ここの向こう側すぐがね、海岸なんですよ。5万ポイントだよこれ。ああ、海沿いになってますね。赤と黄色は、俺からしたら絶対来てほしくないからね。この小松島、あの向こうの方行くとね、和歌山の、まずはでも白が先頭じゃないんだけど、な、黒と青どっちかが先頭で、割とこの海風が吹くと先行選手は厳しいっていう感じなんで、で2番手は黒、で今日はさっきの番組を見るとさほど吹いてないみたいなんで、なるほど、大丈夫かなと思うんですけど、うん、思い通りに走れるかなと、はい、っていう感じで。でここの実況の方、ほら女性の方、女性ですね、うん、はい、あの元々ね、もむらかなさんっていう方がずっとあの長くやってて、前の前任の方も女性の方だったんですが、はい、この今の岩原さんっていう方は、はい、あれです、元ガールズ競輪の選手。え、
あ、選手出た方が実況してる。選手だったんだけれども残念ながら成績が伸び悩んで辞めちゃって、うん、で第二の人生考えた時にその野村さんとのつながりがあって私の後を引き継がない。おお、多分岩原さんはなんか競輪の仕事やりたかったんですよ。で、とても喋るのが好きだっていうところから向いてますね。野村さんがあのこの子向いてるんじゃないかなって先頭はあれなんですよね。こういう今年からだっけな、デビューして先頭の走者みたいなのいるんですよね。競輪場の野村さんの話でやってるということなんですね。懐かしいね、こんなのがやっぱり優太さん変えてなかったっすね。間違えて2レース目勝ちましたって。多分締め切りですよね。すげえ昔に締め切りギャンブーって番組の場合は発送時間の5分前になるんでそこ気をつけてくださいね。思い出したわ、 LINE とかあるんだよ。 LINE とかね、締め切りは21時9時ちょうど途中までチーム戦に近いから。僕もちょっと長話しすぎちゃったんで言えなかったんですが、まあ、154 6つありますんで、うん、はい。さあもうポイントは2と4が来るかどうかやな。頼むぞ、5番がちゃんとついてくるかっていうこと。 LINE できてますね、うん、154で、ね、23ですね。まあ、4は短期で様子見てるんです。1と2が先行争いする可能性もあるん で、ここでさあ来ますよ。23が前に出たんで23前来てる。大丈夫、3番で取ってたのから切り替え、あ、23の前後が入れ替わりました。あとは村瀬選手がどこでダッシュをするか。大丈夫か、まあ、これゆっくり大丈夫か、これスピードは、ね、大丈夫。あ、これでも40キロ出てる。ジャンのあたりでこれでね原付きじゃん、ね、まだやんな、まだまだ本気出してないよな、これ金になりましたね、うん、まあ、これで残り1半切って3あ、行った行った、さあさあガッツリ行ってそこを悔しかっただろうけが、あ、5ついていく。でも2の後ろに入った、2の後ろに入った。ちょっと、あ、1番が独走になってぶっちぎった。1、2、5ぶっちぎった。2番もちぎってる。後ろで全く別のレースをしてる。大変なことになるから。うわうわ、後ろすごい、後ろすごい。あ、来た来た来た。いけいけいけ、1、このままこのまま、ま、ゴールしろ、頼む。このまま、もうこのまま行ったれ、もうここで終われ。4番の短期の吉田で1、4、2だからモコさん的中。おっしゃ、そしてあともう、はい、来ました。ボコさんも当たってますね。はい、来ました。いや、ボコさん1ですからかなりドカッとかけてたから。いや、あれいくらかけたんだろう、ボコさん。かなり熱いですよ。合計5万円ぐらいかけてるんですかね。なんか5万円とか言って、まあ2番人気で6倍券と 6.6 倍券だけど。いや、いいスタートですね。結局は、はい、すごいな。こういう結局あの、このスピード対決になっちゃうとこの3人だったので。オッズは、オッズが 5、6 倍あったと思うんですよ、確か。5万かけたんですか。5万いきました、俺。5万いきました。5万いきました。5万、あ、5万いきました。5万、5万いきました。5万かけてて10万。5万かけたの。何ボールだから、オッズが知りたいな。1、2、4、2、4、1、4、2、1、30万、6倍。6倍よ。これがギャンブルの純粋ですね。いきなりですね、はい、こういうもんなんですよ。こういうもんです。あ、関係ないですか、純粋、うん、これはちょっとカラクリがある。ちょっと初手5万は、はい、あれだな、今までのルールが、そうだね、あの経理、このちょっと基準が荒れるね、はい、うん、あ、いやもうでもね、もう硬いとこですね。硬いっすよ。財力で桃がすぐ、札束でさっさりぶん殴るのがもう俺のやり方なんで。よっ、参りましょうか。お待たせしました。これはただいまのレースの審議対象選手は6倍、5番ですが、6.6 倍、3着までには到達しております。うわありがとうございます。4番、3着、あ、2番、 OK なんだ。ただいま、あれ、モノカ君も当たってるの。第1レースの払い戻し金をお知らせです。プラス20万です。20万です。いや、まあもう20万。いや、それはね、4倍か。上行くしかないからね。27万、一撃プラス20。しかもさ、俺がたまたま聞いてなかっただけかもしれないけどさ、5万ポイントかけたでしょ。5万、はい、知れってですよね。みんなあんまり把握しなかったよね。確かに。あ、そうですか。俺隣でちょっと見えちゃったけど。そうそうそう、マジか。おのおのやればいいかなと思って。じゃあ次も、俺帰っていいよな。俺20万持って帰るわ。うん、もうええやろ、もう帰るわ普通に。うん、帰って減収するかいやでも一応その2通り5万いったんで、だから10万かけて帰ってきたのが33万やから、だから23万プラスかな。